改めて皆様、本日もようこそご参加くださいました。お寺から健康習慣を推進するヘルシーテンプルオンライン、本日も多くの方にご参加をいただいております。今153名の方ですね。いつもありがとうございます。私の担当会では仏教解説ということで、仏教に関する言葉を一つ取り上げて、できるだけ分かりやすく皆様と共に味わってまいります。仏教やお寺を身近に感じていただいたり、日々を安らかに穏やかに過ごすようなご縁となれば幸いです。さて、この数回死生体についてご紹介しています。死生体とは、苦しみを和らげる仏教の考え方、実践法のことです。体とは真理という意味で、死生体で4つの聖なる真理という意味の言葉になります。その4つの真理とは、躯体、実体、滅体、動体です。前回までに躯体と実体についてご紹介しました。今回は3つ目の滅体についてご紹介します。さて、滅体とは苦しみの死滅についての真理です。つまり、苦しみの原因である煩悩が止まり、苦しみが滅せられるという真理を表しています。躯体実体のところでお話ししましたが、仏教では苦しみの原因は煩悩にあると考えます。その苦しみの原因である煩悩が止まり、苦しみが滅せられるという真理を表しているのがこの滅体です。また仏教では、煩悩が止まり苦しみが滅せられた状態のことを涅槃と言っています。涅槃とは、昔のインドの言葉ではニルバーナと言います。涅槃、ニルバーナとは、煩悩の炎が吹き消された状態のことを言います。ニルという言葉は外へという意味で、バーナという言葉は吹くという意味です。ですので、ニルバーナで外へ吹くという意味になり、煩悩が吹き消された状態を表しています。この涅槃という煩悩が吹き消された状態、煩悩が止まり苦しみが滅せられた状態のことを、悟り、悲願、安楽、下脱などとも言い、仏教が目指す究極的な安らぎの境地とされています。では、その涅槃、悟り、悲願、安楽、下脱などとも言われる煩悩が吹き消された状態、苦しみが滅せられた状態とはどのようなものなのでしょうか。いくつかの意味があるのですが、涅槃、悟りとは、さまざまな煩悩を離れた安らかな境地であることが示されています。例えば、お釈迦様、ブッダの言葉にこのようなものがあります。欲望や貪りを除き去ることが不滅のニルバーナの境地である。このことをよく知って、よく気をつけ、現世において全く煩いを離れた人々は常に安らぎに帰している。世間の執着を乗り越えているのである。このように、欲望、貪りといった煩悩を離れた安らかな境地を涅槃や悟りと表現されています。また、そうした安らぎに勝る楽しみはないとも表現されています。恨みを抱いている人々の間にあって、恨むことなく我らは大いに楽しく生きよう。恨みを持っている人々の間にあって、恨むことなく我らは暮らしていこう。むさぼっている人々の間にあって、煩いなく大いに楽しく生きよう。むさぼっている人々の間にあって、むさぼらないで暮らそう。この仮初めの身に等しい苦しみは存在しない。安らぎに勝る楽しみは存在しない。このように、涅槃や悟りとは、煩悩を離れた安らかな境地であり、そうした安らぎに勝る楽しみはないとも表現されています。涅槃や悟りとは、他にもさまざまな言葉や意味を持って表現されていますが、ここでは主に安らかな境地という意味合いの言葉を挙げました。
三乱包逸という言葉があるように、我々の心は放っておくと自由奔放に振る舞います。あちこちに散乱して落ち着きません。新しいものに目移りし、かわいいものやかっこいいものに心が惹かれる。気に食わないものがあれば憎しみや怒りの心を起こし、人と比べては慢心したりへこんだりする。まさに散乱包逸というように、我々の心は放っておくとあちこちへと行って、ひとときも休まる時がありません。このような散乱包逸の状態は、涅槃や悟りという安らかな境地とは程遠いことはお分かりいただけるかと思います。そうした散り乱れた状態ではなく、煩悩の炎が吹き消された状態、煩悩が止まり苦しみが滅せられた状態、とても安らかな境地のことを涅槃や悟りと言っています。そしてそうした安らかな状態がとても素晴らしいものであり、最上の楽しみや喜びでもあるわけです。ですから仏教では、苦しみから離れた安らかな涅槃、悟りを目標として、そこに至るにはどうすればいいのかが説かれています。それが四正体の4つ目となる道体、八正道のところに説かれています。ちなみに涅槃や悟りに至る方法や考え方は宗派によって様々です。私が所属する浄土真宗においては、涅槃や悟りといった安らかな境地に自らの力で至ることは非常に難しいのではないかというような考え方をしています。その大きな理由の一つは、凡夫と言われる身も心も弱い者にとって、自らの力で悟りに至ることは非常に難しいのではないかという問題があります。また別の理由は、浄土真宗は出家仏教ではなく、多くの方々と共に生き在族の生活を送る在家仏教、在族の仏道であることが挙げられます。まあ、詳しくはそうした話もですね、もし興味があればいずれの機会にお話しできればと思いますが、まあ、そうした背景があって、お釈迦様の説かれた悟りへのアプローチと浄土真宗のアプローチとでは違いがあります。しかしお釈迦様の説かれた四正体の教えも、現代を生きる我々にとってとても参考になるものだと思います。自分がなぜ悩んでいるのか、その原因を認識したり、自分の欲望や怒りといった煩悩を自覚する手助けになります。悩んでいる時に、その原因や自分の状態を自覚しながら考えているのと、自分がどういう状態か、なぜ悩んでいるのかを分からずに悩むのとでは大きな差があると思います。煩悩をコントロールすることはとても難しいことですが、悩みの原因や煩悩を自覚することで、無用に人を傷つけることを防ぐことができたり、また自分の苦しみが和らぐこともあることでしょう。お釈迦様の仏教とはとても哲学的なものですので、その考え方の基礎を知っておくことで、安らかな日常生活や人生を深めることにつながると思います。いかがだったでしょうか。今回は四正体の滅体についてご紹介しました。次回は四正体の続きをご紹介させていただこうと思います。最後にですね、ウェルビーイングダイアログカードより今日の問いです。苦しみや悲しみを乗り越えてきた方法は、苦しみや悲しみを乗り越えてきた方法は、この後ヘルシーテンプルオンラインにご参加の皆様と、今回についての話についての感想やですね、また今日の問いについて対話をしていきたいと思います。今日もご参加いただきましてどうもありがとうございました。